でも今回歌割りがさ、2人じゃん。確かに。そう。なかなかないね。そう、なかなかないし、今回、こう、何ついになる。に、山下が行くことになって。表彰でも意外と初めてじゃない？そう。初めてじゃない？え、ちょっとこれ聞いてほしい。私めっちゃ嬉しくて。うん。本当に嬉しくて。うん。ごめんね。私がすごい嬉しかった。どうしよう。ニヤニヤしちゃってくれる。本当に嬉しい。もっと嬉しかったことがあって、誕生日を提出されたわけ。うん。新曲、全部嬉しい。山下が歌ってくれるの面白すぎる。嬉しい。本当に？本当に泣いた家で。いや、なんかさ、それで私が誕生日の深夜に送ってさ、で、それなんか返事がなんか、なんだっけ、なんて書いてあるんだっけ、泣いたって思う。そう、なんか、今までなんか気持ち悪いって思われたくないから言えなかったけど、みたいな。いや、思わないよ、みたいな。嬉しいよって思って。いや、なんか最近さ、うん、その山下がその不眠症をもしかり、言ってくれるから嬉しくて。いや、なんかさ、でも私ってすごい、やっぱアイドルとか、やっぱこういう大所帯のさ、アイドルグループとか、すごい新芽感とか、だって、なんか先輩以外の方には絶対対になる人がいるわけじゃん。やっぱそこのバランスがすごく重要視してるの、個人的に。そう。で、なんかやっぱ自分って誰が、一番合うのかなって考えたところ、やっぱクボちゃんだなって思ったし、そう。なんかさ、いやでも、久保ちゃんの方が歌もダンスも全然私より本当に上手いし、私なんかがこう、なんか、なんていうの、新芽になりたいとか言うのも本当におこがましいなとか思っちゃうんだけど、いやでもやっぱりなんか、好きなの。どうしよう。すごい好きだから嬉しかった。だからなんか、そう、2列目のさ、センター裏っていうさ、すごい、とてもありがたいポジションをいただいて、歌番組とかでも結構カメラに映ったりする機会が多いじゃん。いや、それでなんか、ここでなんか今までその二人個人個人の経験を積み上げて頑張ってきたものを、なんか、この曲で出せるんだって思ったら、すごい楽しみになった。同じこと思って、私こそ、山下の趣味は本当に、もう本当に好きなの。本当に自分としてもすごい好きだけど、やっぱ、さ、そこに立っていいわけがないのよ。いや、ずっと思ってて、私が頑張んないといけないなっていうのはずっと思ってたから、だからこう、でもその山下もさ、全然本当そんなことないけどそういう風に言ってくれて、だからこういう関係だから、なんかこその嬉しさってあるよね。で、そう、なんかさ、まあ、一人一人でももちろん久保ちゃんもずっと輝いてるし、まあ、一人一人でももちろんさ、私たち頑張っていけるけど、でもこうさ、二人でさ、行きたいじゃん。そう、それをね、伝えたいです、今回の。だから歌番組でいっぱい見てください。見てください。